スロット、6番への質問に遠藤の名を挙げず。今季開幕戦後のインタビューでスロット監督は守備的ミッドフィルダーを昨シーズンはマッカ・マックアリスターがよくプレイしていたポジションと回答し、遠藤の名前は挙げなかった。去年6番のポジションで多く出てたのがマクアリスター？絶対遠藤だろ。スロットの中では完全に遠藤は構想外なんだろうな。遠藤頑張れ。フラフェンベルクとマクアリスターの字にようやく遠藤って感じか。現状3番手って感じかな。補強があったら4番手まで落ちそう。なお今季開幕戦では遠藤は出場なしに終わった。昇格組相手とはいえ、遠藤を最後まで使わなかったのなんか嫌な予感がする。6番の選手を補強したら確実に遠藤はベンチ外になるだろうな。もうアーノルドと遠藤ポジションチェンジすればそっちの方が安定しそう。遠藤ベンチ失点増えて負けが増える。スロット解任、遠藤スタメンに復帰よ。遠藤頑張れ。